皆さんこんにちは、サイキックです。レッツ筋トレボリューム4ということで、前回に引き続き筋トレをやっていきたいと思います。今日はね、胸、前回腕をやったので、また胸を中心にやっていきたいと思います。前と同じくこの丸椅子と、こちらにある、椅子を使って、2つ重ねて、あのね、ジムにあるようなあの長い椅子の仕様にしてダンベルプレスをやりたいと思います。もうちょっとこれコロナのせいで髪切り逃げてなくて、髪が伸びすぎてなんか毛が伸びまくってる犬みたいな状態になってますけど、みんなでも髪どないしてるんですかね。みんなやっぱ切ってないまま放置なんですかね。行きつけのあの中目黒の美容院もなんかコロナのせいでちょっとしばらく休業しますみたいなことになってるんで、なんかいつ行けるのかわかんないんですけど、なんか自分で切るのもなんか嫌やし、なんかこのまま行ったらもうロン毛になってまま行っちゃうかなと思うんですけど、僕ロン毛に今までちょっと人生で一度もしたことないんで、一回してみてもいいかなぐらい思ってるんですけど、行きつけのサロン以外で着るのはちょっとあんま考えられないんで、まあとりあえずまあこのままちょっとあの若干あの気持ち悪さありますけど放置してみようかなっていう感じです。まあとりあえずじゃあ、ダンベルプレス1回目やっていきます。いつもと同じく、10回を3セットよいしょ。じゃあまず1セット目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。じゃあこのまま続けて2セット目また10回やります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。よいしょ。最近ちょっと外出歩く人若干なんか前より減ったような気がするっすね。例えばこの武蔵小山でもね、商店街とかまあ普通に、まあ特に今日なんか日曜やし、まあ結構人いるんですけど、まあでもなんか一時と比べると若干なんか減ったような気がするっす。次、3セット目ラスト。よいしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。よいしょ。最近ビタミン C の話をちょっとあの調べてて聞いた話で、なんかあのビタミン C ってなんか本来はあの結構いろんな細胞とかコラーゲンとかこうにあの必要不可欠な栄養素で、なんか水水溶性なんですぐ水に溶けちゃうらしいんですけど、だからなんかいっぺんに大量に摂取するんじゃなくて、結構まああのこまめにあの一日何回も摂取するのが取っていくのがいいらしくて、でしかもその1回に摂取すべき量があの何あのよくあるじゃないですか、ビタミンのあの入ったあの黄色のドリンク、あれに含まれてるあの 1000mg が1回のあの摂取量で、それを1日にまあなんかこまめに6回ぐらいに分けて取るのが一番いいらしいです。なんか取ってもすぐあのなんか排出されちゃうんで、なんか1回に大量に取るっていうよりは結構こまめに回数分けて1日で、ね、取っていく方がいいらしいです。なんかそれをあの取ることによってまあストレスの軽減にもなるし、またはそういうなんだろう、まあ他の細胞だったりとか、なんかコラーゲンの生成だったりとか、結構 C ってすごい必要不可欠なあの栄養素らしくて、まあでもなんかさすがにそんなね、レモンで言うとまあ50個分とかやから 1000mg って、まああの自然のやっぱあのなんだろう食べ物でそれを摂取するのは不可能なんで、まあだからまあ必然的にそういうサプリ取ったりとかになると思うんですけど、まあでもサプリもね、できるだけなんかそのあんまりそういうなんだろうな、添加物とかあんま含まれてないようなあのできたらあのまあオーガニックっていうのは難しいかもしれないけど、まあできるだけそういうのに近いような体に
あんまりこう、副作用を与えないような、ビタミン C オンリーの、まあ、サプリメントが取れればいいかなと思うんですけど。はい。じゃあ次は、角度をつけて、椅子でね、リクライニングさして、やるやつをやってみたいと思います。これはいらなくて、これはね、結構普通の通常のやつと比べてかなり負荷が強いんで、ちょっと一回ずつ休憩しながらやろうと思うんですけど、とりあえずこれも10回を3セット。じゃあまず1セット目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。この斜めのやつはだいぶ結構きついですね。負荷がかかるっていうか、まっすぐやるやつの、フラットな状態で寝転がってやるやつの、なんか 1.5 倍ぐらいの負荷がかかってるような感じがしますね。まあ多分まあ、使ってる筋肉がちょっと、筋肉の部分がちょっと違うかもしれないですけど。OK、じゃあ、2セット目いきます。よし。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。でもやっぱ筋トレしててすごい思うのが、やっぱなんか筋トレした後の方がなんかこう、メンタルの状態がすごくいいっていうか、なんかすごいスッキリしてて、なんかやる気が出てくるっていうか、筋トレをしてないと結構なんかだるいな、なんかやる気起こらへんな、なんか寝転がっときたいなとか、なんかそういうダメな、マインドになりがちなんですけど、結構筋トレすると成長ホルモンとか、あとなんかそういうアドレナリンとかいろんなもんが分泌されるのかなんかわかんないですけど、なんかすげえ、気分的に、いやなんかやる気すごいモチベーションが高いような、なんかマインドになるなっていうのがすごいあって。まあだから結構経営者の人とか、スポーツ選手とかもそうですけど、朝起きたらジムでワークアウトしてから、その一日仕事行ったりとか、そういうなんか一日流れ作ってるのはなんかすごいよく理解できるなっていうのはすごい思います。まあ僕の場合ちょっとね、もう今、ワークアウトし始めたのが今これ夕方なんで、本来もっと起きてすぐとか、早い時間からやるべきなんですけど。まあ本当は早起きして、ね、朝から、朝一発目にワークアウトして、で、そっから、朝食とって、で、一日を、過ごすっていうのが多分一番いいでしょうね。OK、じゃあ2セット目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。よいしょ。OK、じゃあ3セット目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。この斜めのやつは3セット目は結構きついですね、今の段階だと。まあこれが余裕になってきたらもうちょっと重い重さのダンベルにしてもいいかなと思うんですけど、とりあえず今結構この5キロ5キロでいい感じに負荷かかってるんで、この状態キープしたいと思います。じゃあ次、今度は立った状態で、この横にこう広げるやつ、これをやります。僕がジムでやった時とかだと、まあ3キロぐらいとかやったんで、5キロちょっと負荷がかかりすぎるっていうか重すぎるんで、まあ5回を3セットとか限界かなっていう。じゃあいきます。1、2、3、4、5。これはね、本当はね、
腕をこう伸ばした状態でこうやらないといけないですけど、ちょっとこの5キロだと僕それができないんで、若干腕が曲がってしまってるのはあんま良くないんですけど、まあ、本来はその適正なあのまっすぐ腕が伸びる重さで腕を伸ばした状態でこのままこういくのが本来は正しいやり方です。じゃあ2セット目いきます。1、2、3、4、5。ああ、ダメだ。ああ、これやるのに5キロはちょっと今の僕の体には重すぎますね。ああ、やば。オッケー、じゃあラストセット。よいしょ、いきます。1、2、3、4、5。ああ、やばい。じゃあとりあえず、今日は胸ということで、以上で、今日の筋トレを終わりたいと思います。引き続き、ステイホームで皆さんで、あんまりね外に出すぎないように、まあもう出るってなったらね本当もう買い物、生活必需品の買い物とか、まあ、あとねどうしてもなんか避けられないなんかまあ振り込みとかなんかいろいろそういう用事ね、なんか用事以外の時は極力外に出ない。やっぱ出るとねやっぱあの感染のリスクがあるから、まあ、極力ステイホームして、まあ、こういった筋トレとかね、なんか読書するとか、まあ、もしくはなんか自分のね、なんかそういうスキルアップするいい機会だと思うんで、みんなで、これをチャンスだと捉えてね、ポジティブな思考で、前向きに生きていって、この危機を乗り越えていきましょう。じゃあまた次回の、筋トレ動画でお会いしましょう。See ya. Walking down the Sunday road, damn near almost lost my soul. But now that I'm in control, what they gon' do? Can no evil hold me down? Let no evil hold me down. When your will is on the ground, what you gon' do? I won't go for anything that isn't in direction of the boom. Don't never let brushing fear right off the shoulders. Looking around, looking around, couldn't find anyone. Feel like the world getting colder. Beyond motivated, we won't stop until we are over. Yeah, and I won't look back, no. Won't look back, no. Cause it's only a matter of time that we in here, dog. Gumi said you need to get involved. Ain't no looking back, ain't no other way around it, dog. You got everything you need on guard. Just honing your faith and your power. Trust we could win, this is ours. No, this is not just a dream. Keeping you up early every hour, but it just doesn't make sense. What good is this life if all we do is pretend? Trying to see the light, but darkness wants to creep in. Way up in my mind, wanna push me off the deep end. Wait, slow down, hone it now. If you believe, then you better breathe it. Walking down this lonely road, damn near almost lost my soul. But now that I'm in control, what they gon' do? Can no evil hold me down? Let no evil hold me down. When your will is on the ground, what you gon' do? I won't go for anything that isn't in direction of the boom. Don't never let anything come in between, cause surely you will lose. Introspect, take a sec, watch your step, where you step, when you step, falling free through the sky, feel the breeze, feel the all your fears, let them die. Energy never lies. Introspect, take a sec, take a second, let your world unfold. Falling free through the sky. I just wanna feel right. Feel the breeze, feel the
nothing we cannot handle. Light up the dark like a candle. Usually they misunderstand you. Yeah. Give a damn if they can't relate. All we want is to motivate. Take it or never hesitate. Acknowledge it, but then make it. We are the ones in control. We are the ones in control. Just honing your faith and your power. Trust we could win, this is ours. Know this is not just a dream. Take on the world and devour. Walking down this lonely road. Damn near almost lost my soul. But now that I'm in control, what they gon' do? Can no evil hold me down? Let no evil hold me down. When your will is on the ground, what you gon' do? I won't go for anything that isn't in direction of the moon. Don't never let anything come in between, cause surely you will lose.